仏様カード秘密のメッセージジャコメテ出版。今日は明王部の不動明王についてお話しいたします。運が良い人にはより良い運を招き寄せ、運が悪い人には良き流れを引き寄せる。それがジャコメテ出版の仏様カード秘密のメッセージです。このビデオは仏様カード秘密のメッセージ、ジャコメテ出版の仏様、如来、菩薩、明王、天部をより分かりやすく解説したものです。本を持っていない方でも大きな学びができるビデオ内容になっています。もちろん本を持っておられる方にはより深くまで理解し、人生を楽しんでいただけるでしょう。このビデオは解説文の作者の高野山真言宗岐阜県鏡ヶ原市の高潔住職、私北川雄一が責任編集をしお話しします。このビデオの中の仏様の多くの絵は、共同執筆者で絵を担当していただいた二層漫画家の後藤飛鳥さんによるものです。カードの使い方については仏様カードの解説をした別の映像がありますので、そちらをご覧ください。さて、今日のあなたはどんな良き流れを引き寄せられるのでしょうか。不動明王、読みは不動明王です。日本ではお不動様と呼ばれ、とても親しまれている明王が不動明王。真言はノーマクサーマンダーバーザラダンセンダーマーガロシャーダーソアダヤウンタラタカンマン。リズミカルな真言、太鼓に合わせるととても唱えやすいです。この真言は煩悩を切り裂く諸刃の剣を思い浮かべてお唱えすると良いでしょう。普段私たちが知っている不動明王は立ち姿、これを立像と言いますけれども、この立ち姿が多いのですが、大蔵曼荼羅、大悲大蔵正曼荼羅の中では座った姿で描かれています。京都当時京王護国寺の講堂に置かれています不動明王もお座りになられています。不動明王は五大明王のお一人です。五大明王とは中央不動明王、東方豪山瀬明王、南方群だり明王、西方大威徳明王、北方金剛夜叉明王です。不動明王は大蔵大日如来の初編です。すべての明王の代表と言っても良いでしょう。不動明王の怖い怒りのお姿は煩悩を睨みつけるもの、信じるものをよく守護しよく使え、仏法を邪魔するものを切り裂く明王です。不動明王は密教の根本経典の一つである大日経に基づいています。つまり大日経の教えの一部を人の姿で表した仏様です。不動明王のお姿にどんな意味があるのかを見ていきましょう。頭の頂に七つの娘、七社経があります。これは七代の主に仕えることを表していて、七隠しを意味するものと言われています。七隠しというのは、簡単に言えば、偽りを捨て、真実を選ぶ、一心に精進する、真実の教えを実行することを喜ぶ、信心を軽やかに快適にする、
自分や物に対する執着を捨て去る。心を一点に集中させる。心を静かに安定させる。左に弁髪を一つ垂らすのは、親が一人を思うように行者に慈悲を垂れるという意味があります。額に水波のシワがあるのは、煩悩の波に溺れる衆生を救おうと憶念するためのものです。不動明王は魔物が近づかないように両目で結界を張り巡らしています。左目を細くしているのは、太陽の光を意味しています。太陽の光は慈悲、あらゆるものを区別なく温かく見守っていく、温かく育む光です。不動明王の左の目は、つぶさに物事を見て苦しんでいる者がいないかどうかを確かめる慈悲の目です。右の目は大きく見開いています。知恵の月の光をもって魔物がやってくることがないかどうか、それらを明らかにする。煩悩がやってくることがないかどうか、それを睨みつけ、結界の中に入らないように監視している目です。不動明王の口元を見てみると、牙が2本生えています。上を向く右の牙は上愚菩提、悟りの道を歩むという意味があります。下を向く左の牙は下家衆生、生きとし生けるものと共に歩み、生きとし生けるものの苦しみを抜いていく、人々を救おう、そうした願いがこの牙の中には込められています。仏法を称下する煩悩魔群の断滅する般若波羅蜜の利剣、鋭い剣を右手に取っています。この鋭い剣は、情に溺れたり知恵に走ったり、こうした両極端なものの見方を切り裂く剣です。左手には溺れる衆生を拾い上げ、恐れる衆生をつなぎ止める五色の剣柵を持っています。火炎が全身にあるのは、煩悩の種子を煩消して次に生まれてくるであろう煩悩までも消し去っています。実はこの火炎は、本来は背中にあるのではなく、皮膚の毛穴から噴出しているものなんです。ここに不動明王の情熱も感じさせられます。立ち位置や座る位置は盤石、悟りの心に居続け決して動揺しないという意味があります。青黒い濡木の姿は、行者に従って常に給仕し、常に行者を助けるという意味があります。今日は不動明王様の主だった内容についてお話をいたしました。次回は仏様カードを引き、不動明王がお出ましになられた時のメッセージについてお話しいたします。仏様カード、秘密のメッセージの使い方や深い内容についての月例講義は、毎週第1月曜日午後1時半から高家寺、岐阜県鏡ヶ原市中北原町1丁目390番地、電話058-371-2821、058-371-2821、 E メール osho@kokeji.com、 おしょう@こうけじ.com
参加はどなたでも自由にすることができます。講義料というものはありませんが、お布施をされる場合は自分の気持ちのいいだけお布施をしていただければと思います。では次回の仏様不動明王後半をお楽しみください。